自動車、オートバイオートバイの種類ツアラーツアラーとは、オートバイの車体形態の一つで、ツーリングすることに重点を置いた、車体構造を持つ車種、並びにその特徴を模倣したものを指す。ツアラーは、舗装路を走るために作られたネイキッドニカウルを装着したオートバイの一形態であるが、いわゆる長距離ツーリングに重点を置いており、ツーリングする上で欠かせない、大容量のガソリンタンク、 フェアリングや、ウィンドシールド、フラットなトルク特性のエンジンを備えているほか、乗車姿勢もスーパースポーツより前傾特局が少ない。さらに本格的なツアラーは、より大きなフェアリングと、十分なボディーワーク、かなり大きな荷物を積載、収納できる、構造、大排気量、トルクフルなエンジン、そして直立で快適な乗車姿勢が特徴である。比較的車高が高く、 シートとハンドルの距離が長い。こうした特徴により、旋回性能よりも直進安定性に重点を置いた車体となっている。また、同程度の排気量同士での比較では、乾燥重量が大きい傾向にあり、取り回しが重い欠点をもたらす反面、高速走行時の安定感が高く、乗り心地に優れる。ホンダゴールドウィングヤマハ FJR1300。 高速道路やワインディングでのスポーツ性、クルージングでの快適性を合わせ持ったツアラー。一般的にフェアリングは標準装備であり、車体、足回りの剛性も高く、エンジン全域で高速トルクを発生させ抜群の高回転性も発揮する。パニアケースもオプションで装備することも可能である。代表的な車種は、ホンダ VFR、ドゥカティ ST3 がある。 クランツーリスモとも呼ばれる。頑強なフレームとハイパワーエンジンを搭載し、スーパースポーツに近い最高速を誇るツアラーで、高速走行での快適性を重視した構造を持っているものもある。フェアリングの造形、電動式可変ウィンドシールドを採用していたり、前後ブレーキシステム、ABS などの安全装備を装着している。代表的な車種は、ヤマハ FJR1300。 川崎 ZZR1400 がある。ありがとうございます。